紀元2世紀末、五漢王朝は終焉の時を迎えようとしていた。民衆蜂起である黄巾の乱を皮切りに戦乱の世が始まったのである。そんな中、天下の諸侯の中で突出した力を示したのが董卓であった。宮中に入り暴虐と戦王を極めた董卓に対し、諸侯は連合軍を結成、打倒董卓へと動き出した。誰もが内に野心を燃やす中、曹操はただ一人、この戦の先で待ち構える未来へと思いを馳せていた。何としても董卓を討つが、それでももはや官室の力は戻るまい。この連合軍の中から次なる野心が芽生えぬとも限らんな。知れたことよ。お主とてこの戦で何かを得るつもりであろう。ばっ、死刑の私は名門円家の王様として官室を支えるべくだな。なるほど、名門とは忠義に厚いものなのだな。その通りである。この戦で見定めねばならぬな。わしがこの先戦わねばならぬ英雄を。躍進、董卓とその一派を壊滅させる。進め、官室の平穏我らが取り戻すのだ。次はお前か。取り取りにしてやるぜ。敵将討ち取ったり。制圧した。さて、北側まで知ってくると吹く。さあ、俺と勝負だ。何としろ。敵将討ち取ったり。おう、素晴らしい戦ぶり。よし、みな、私たちも続くぞ。制圧した。私の気力に勝てるとお思いか。Yeah!
敵将を討ち取ったり。お見事でさ、殿。よし、決まっていきますぜ。この拠点はわしが制圧した。かかれ。皆の志を刃とし、敵を退けるのだ。わしが相手だ。首もらい受けるぞ。制圧した。この総軍がお相手しよう。今は引こう。連れまた。戦場で武を競う。敵将を討ち取ったり。敵将を討ち取ったり。おお、素晴らしい戦ぶり。よし、皆、私たちも続くぞ。おお、殿、お見事です。私たちも続くぞ。
Yeah!
ちの獲物はあの敵拠点よ。私がお相手いたしましょう。覚悟なさってください。まあこの戦は勝って当然。どうした猛毒。書こうとんよ。この乱世一筋縄ではいかぬようだ。曲がりなりにも名士の退任を全うした炎上、武勇随一を示した孫権、そしてあそこで人の輪を作っている劉備という男。なるほどな。だがそれ式で揺らぐお前ではあるまい。当然だ。とはいえそれを支える力が必要なのも確かだがな。元より承知の上よ。